皆さん、今日は安倍前首相が国民を我がこのように慈しみ愛を降り注いでいることを言いたいんです。安倍前首相はたくさん誤解を受けています。安倍前首相はとんでもない籠池という極右と極右同士で楽しいねと喜んで8億円の国有地をタダで恵んであげたと。安倍前首相は偉い首領様とごますりをした山口則之という極端なスケベ男が犯した豪勘をいいじゃないのちょっとの豪勘と無罪にしてやったと。安倍前首相は40年来の友達の賭けに大学設置を許可し100億円の補助金をあげた。安倍前首相は他にたくさんの犯罪を犯し検察に手心を加えてもらうために賭博士の検事長を検察トップに据える人事を細工しようとした。安倍前首相はてめえの選挙のために桜を見る会に地元選挙区のジジとババに七肉林の買収接待を行ったと。安倍前首相はこんなたくさんのことを言われていますが、文部省の命令が教育委員会に来て各学校で気をつけてほしいと命令されています。安倍前首相は無罪だと小学生に命令をしなさいと言うのです。だから皆さん、安倍前首相のことは誰に聞かれても絶対に口外してはいけません。皆さん、わかりましたね？はい。ちょっと待ってください。僕は安倍前首相の行動を認めることなどできません。ちょっと待ってください。僕はデモクラシーを守るために立ち上がります。